木武漢応援募金ご協力よろしくお願いします。14歳で中学2年生です。やっぱりあのウイルスの影響で、あのウイルスを持ってない感染してない人まで、あの大変な思いをされていて、やっぱりあのお友達とかがちょっと中国に怖いイメージを持っちゃっていたりするので、いち早く皆さんが元気になられて、みんな仲良く暮らせるようになればいいなと思って。生まれた土地が異なれど一つの空に月はある、まとえる服がないならば私の服を共に着ようっていう、みんなで協力し合って頑張っていければいいなって思っていて、この言葉の通りになればいいなって思って頑張って活動してます。更多精彩尽在中国新闻网客户端。